すみません。あなたは。あの、昨日のお弁当、どうでしたか？美味しかったです。ありがとうございます。よかったら、またお願いしますね。はい、ぜひ。よかった。気に入ってもらえて。近くの会社で働いてる OL さんだと思います。昨日お弁当買ってくれたんです。ごちそうさまでござる。ふぅ、結局新しい日本のミーナには挨拶できなかったです。いずれご挨拶するとして、よし、お腹もいっぱいになったところで早速修行再開するでござるよ。まずはこの前人未到の山道を走破するでござる。夕日が沈む前にあの山までダッシュです。修行して先生に認められるよう頑張ります。それにしてもこの山道は実にトレーニングコースでござるな。そのままマラソンにも使えそうでござるよ。こんばんは、甲州睡蓮です。佃美奈です。トワイライトスポーツ情報局スポルナ、本日も内外のスポーツ情報をお届けします。まず最初のニュースはプロ野球のドラフト制度に関する。あ、ちょっと待ってください。ただいま臨時ニュースが入った模様です。どうやら市街地のマラソンコースを宇宙人が破壊しているらしいとの情報が入りました。急行した現地スタッフより映像が入りました。こちらをご覧ください。でも出撃できます。お姉ちゃん気をつけてね。私はここで無事を祈ることくらいしかできないけど。ううん、ありがとうかぐや。行ってくるね。
着装完了です。これより現地に向かいます。はい、了解です。充実。取り込まれたブルーベリーに豊富に含まれるアントシアニンにより体内の活性酸素が排除され、細胞が再構成し、サナエツツジはラビットフォースサツキミーナへの充実を完成させちゃったりするのだ。うん、こいつに密着しとったら決定的な写真撮るのも簡単やろうし。お、うわぁ、なんでもない、こっちの話や。充実。灰原みなもがレンコンをかじると、豊富に含まれるムチンによって胃の粘膜が保護され、ケルセチンによって抗酸化力がアップし、灰原は秋山ミーナへの充実を完成させるのだ。先生、キサラギ。拙者、ミーナとして見事事件を解決してみせます。見ててください。はい、お父さん。じゃなかった、博士。どのエリアを調査しますか？血が壊されてる。うん、怪我をした人がいなければいいんだけど。はい。ずいぶん壊されていますね。どんな理由があるのかわからないけど、みんなに迷惑をかけて危険な目に遭わせる宇宙人は許せません。あ、すみません博士。私、頑張ります。ここは…お姉ちゃん、気をつけて。はい、博士。
行きます。あの、秋山ミーナ？あれ？聞こえなかったのかな？秋山ミーナ？答えてくれないよ。秋山ミーナって他人と話すのが苦手なのかな？せっかく一緒にお仕事するんだから仲良くやりたいのに。それとも私のことを嫌っててわざと無視してるのかな。だとしたら性格悪い。違います。だから違います。聞こえてたんだ。悪口だけはよく聞こえる。よろしく。はい、こちらこそ。秋山ミーナってちょっと、かなり謎かも。ん？どうかしましたか？実は私、このお仕事は始めたばかりなんで、よろしくお願いします。お仕事ですか？仕事とはそれほど簡単なものではありませんよ。すいません。でも私一生懸命頑張ります。ミーナの名と姿を借りて、あなたは何のためにこの仕事を？バレてる。乖離しすぎました。ですが何であれ、今の生活は大事にすることです。あなたには帰る場所があるのですから。え？帰る場所って？いえ、何でもありません。忘れてください。はい。それにしてもマラソンコースを破壊するなんて、宇宙人の狙いは何なんでしょうね。ひどいですよね。疲れてるランナーを追いかけ回すなんて。みんな逃げるのに必死で。一見過酷に見えることも身についてしまえばそれほど苦にはならないでしょう。そういう経験ありませんか？確かに柔道の練習とか、やっぱりきついけど新しい技を覚えた時は嬉しいし。もちろん今回はそういうことではないと思いますが。さ、行きましょう。はい。不思議な人。
せ。サツキミーナ、なんや。実は私、こんな本格的な事件は初めてで、よろしくお願いします。ま、しゃあないな。誰にも初めてっちゅうのはあるもんや。よろしゅう頼むで。はい。まあ、ほんまのこと言うと、わてもチートばかしブランクがあってな。ブランクですか？ああ、仕事よりも大切にしたいもんがあったっちゅうこっちゃ。アンさんもそのうちわかる思うで。はあ、でもそれならなんで復帰したんですか？なんちゅうかな、仕事辞めてちょっといろいろあった時に、まあちょっとした事件に巻き込まれてな。そん時に会うたちょっとほっとけないやつのせいかもな。お友達ですか？そんなんやない。ほら、さっさと片付けるで。いきなり背中叩かないでくださいよ。あー、すまん。チートお手洗い激励やったか。はい、まあ大丈夫ですけど。それにしてもマラソンコースを破壊するなんて、宇宙人の狙いは何なんでしょう。まあ、毎度のことながら連中のやることはようわからへんな。でもひどいですよね、疲れてるランナーを追いかけ回すなんて。みんな逃げるのに必死で。ちょっとした鬼コーチやな。笑い事じゃありませんよ。怪我をした人もいるかもしれないんですから。あ、そうか、もしかするとあの連中。何です？あ、いや、まあどっちにしても走りに興味津々っちゅうのは間違いないとこやな。それはそうですね。サツキミーナって話しやすい、気が合いそう。はい、
瀬。じゃあ次のエリアに行きましょうか。待って、お姉ちゃん。え、何？そこの瓦礫の影、何か見えたよ。え、本当？ありがとう、かぐや。うん、気をつけてね、お姉ちゃん。任せて。下月ミーナ、なんでござるか。私、このお仕事は始めたばかりなんで、よろしくお願いします。ご丁寧な挨拶、痛み入ります。お、こういう場合、日本のミーナは頭を下げるですな。え？では、拙者、名を下月ミーナと申す。以後、よろしくお願いするでござる。こちらこそ。いやいや、こちらこそ。あ、私の方こそ。拙者の方こそ。私こそ。負けないでござるよ、拙者は日本のミーナに。なるでござるよ。すごい。210度くらいのお辞儀だよ。苦しい。もうダメ。もうこれ以上はできない。やったでござる。とにかくよろしくお願いします。こちらこそ。拙者もまだまだ未熟者ですが、よろしくでござるよ。下月ミーナって変わってる。日本人以上に日本人っぽいのかな。それにしても、マラソンコースを破壊するなんて、宇宙人の狙いは何なんでしょうね。わからないでござる。え、いや、まあ、そうですけど、少しくらい推理してみてもいいんじゃ。下手な考え、休むに似たりでござるよ。はあ。悩むよりまず行動、習うより慣れよ、
なせばなる、なさねばならぬ何事も。それはちょっと違うんじゃ。正義の心で悪を打つ、それが先生キサラギの教え。拙者が今考えているのはそれだけでござる。なるほど。でもひどいと思いませんか？疲れてるランナーを追いかけ回すなんて、みんな逃げるのに必死で。拙者の時もヘブンが見えました。エンジェルたちが拙者の腕を取って上空へと。え？下月ミーナも被害に遭ってたんですか？ちゃんと病院行きました？被害届一応警察に出した方がいいですよ。は？違うでござる。ミーナの正体は秘密でござるよ。私、日本に着いたばかりです。変身前にマラソンなんてしてないです。はい、博士。どうかしたの、かぐや？お姉ちゃん、わからない？この気配。気配？あっ！全力疾走？いや、だってマラソンですから、最初から全力で走ったらゴールまで持たないっていうか。どんな理由があろうと、ランナーを危険にさらす行為は許せません。ダッシュ星人、星間文明不干渉条約違反でこのラビットフォース、サツキミーナが逮捕するで。それ私が言おうと思ったのに。気をつけてお姉ちゃん。行きます。行きます。
それ。やったでござる。やりました、博士。どうやら全部片付いたみたいやな。立派なミーナに一歩近づきました。すみません博士、ダメでした。すごいんですねミーナって。さっきの戦いも私の出る幕なかったです、ほとんど。はい、ちょっとだけ疲れました。ミーナの皆さん、事件が解決した途端いなくなっちゃいましたね。そうですね。もう二人ともひどいよ。なんで怒ってるの？だってお父さんもお姉ちゃんも話に夢中で料理にちっとも手をつけてないよ。ごめん。美味しかったらお弁当屋さんで使ってもらおうと思ってるんだから。それいいかも。私もいただきます。お父さんったら。どうせ私は料理下手ですよ。お姉ちゃん、本当かな。まあいっか、かぐやの料理、ほんと美味しいし。